こんにちは、ハリーです。今日は本当に美味しい池袋グルメ10選をご紹介します。池袋といえば家電やオタクの街というイメージかもしれないんですけど、実はグルメの激戦区ということご存知ですか？そこで今日の動画では、地元民のみぞ知る破壊的コスパのお寿司屋さんや、椿山荘元料理長が作る至高の日本料理、あのおにぎりぼんごを受け継ぐ大人気のおにぎり屋さんなど幅広いお店をご紹介するので、今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは東京の美味しいお店をご紹介しているので、今日の動画いいなと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。それでは早速参りましょう。一つ目のお店はホームズパスタさんです。池袋駅東口からすぐのところにあるソフトバンクショップ、ワイモバイルショップの地下1階にあります。ホームズパスタさんは今年7月にオープンした絶望スパゲティのお店です。前回東京ランチ5選という動画でランチをご紹介したんですけど、こちらはディナーも破壊的コスパなので、今回ご紹介しますね。店内はアットホームで落ち着いた空間です。夜のお客さんは20代から60代と幅広い年齢層の方がデートや女性同士、ファミリーで来ています。男女比は男性3対女性7くらいで、女性のお一人様もいらっしゃいます。夜のメニューはこちらです。アラカルトもいいんですけど、せっかくホームズパスタさんに行くなら5000円のプレミアムコースを選ぶのがおすすめです。プレミアムコースを選ぶと、こちらのピザメニューの中から好きなピザを1つと、こちらのパスタメニューの中から好きなパスタを1つ選ぶことができます。パスタはせっかくなら絶望のスパゲティを選びましょうね。僕は5000円のプレミアムコースに1500円の飲み放題をつけていただきました。前菜はマリネのような食べ物であるセピーチェ、カプレーゼ、アイガモのパストラミですね。こちらはスモーキーなアイガモやチーズとフレッシュなトマトの爽やかなカプレーゼで、胃の準備運動としてちょうどいい前菜です。お次は生ハム盛り合わせです。こちらはもう本当に酒泥棒です。ハムの塩気がアルコールと最高にマッチしていて、これだけでお酒が何杯も進みます。飲み放題にしておかないと不安になるくらいのお料理ですね。ピザはマルゲリータハモンセラーノをいただきました。こちらのピザはカリッとしたピザ生地にトマトの酸味とチーズのコクを楽しめます。ホームズパスタさんってスパゲティのイメージがあったんですけど、ピザも楽しめるんですね。ここでシーザーサラダが出てきます。お次のブラックアンガスサーロインステーキはガーリックチップの効いたパンチある味わいです。そしてこちらが名物の絶望のスパゲティです。見てください、このひったひたのパスタ。スープに沈むパスタなんて非常にインパクトがありますよね。運ばれてきた瞬間にニンニクの香ばしい香りが漂うのも食欲をそそります。肝心のお味はミートソースベースのシャバシャバソースにオリーブとマッシュルーム、チーズ、ピリッとくる鷹の爪が入っていることで至高のクインテットです。食べ進めるたびに、うんうん、これこれとフォークがどんどん進んで、いつの間にか食べ終わってしまうやみつきのスパゲティです。最後にライチのシャーベットが出てきてフィニッシュです。5000円のコースなのに7品も出てくるので、お腹いっぱい楽しむことができますよ。ホームズパスタさんは普通に夜楽しむのもおすすめなんですけど、毎日3時30分から6時の時間で楽しめるハッピーアワーはさらに素晴らしいです。対象のドリンクが半額で飲めて、なんとプレミアムモルツも350円で楽しめるんですよ。この時間なら飲み放題も1000円という破壊的お得さなので、仕事は5時くらいに終わるという人はかなりお得に楽しめます。2つ目のお店は竹寿司さんです。池袋駅東口から10分くらい歩いた大通り沿いにあります。竹寿司さんは地元民のみぞ知るコスパ最高の隠れ菓子屋さんです。店内はカウンター6席とテーブルが2択あります。お客さんは地元のファミリーや会社員の方が来ています。ランチメニューはこちらです。インフレが進んだこのご時世に全部900円。
ってすごいですよね。どのメニューにするか悩んだらうなぎ丼にするのがおすすめです。滝寿さんはご家族で経営されていて、注文すると目の前でお父さんが丼を作ってくれますよ。こちらが僕おすすめのうなぎ丼です。丼に加えて味噌汁、ポテトサラダ、漬物、デザートもついてきます。1000円以内でこれだけ出てくるということは味は微妙なのかなと思って食べてみると、どのお料理も本当に美味しいです。ふわっと揚がったうなぎは自家製の甘いタレと最高にマッチしています。普通のご飯ではなく酢飯を使うことで、他のお店のうな丼とは違ったマイルドな味わいです。自家製のポテトサラダやタイのあら汁も家庭的な味わいで、心がほっと落ち着きます。日によって変わるデザートまでついてくるので、最後まで大満足になるランチセットです。ちなみにうなぎ丼はもともと土用の丑の日限定でやっていたものを、お客さんのリクエストで8月9月もやるようにして、さらにお客さんからのリクエストが非常に多かったので通年でやるようにしたという経緯があるみたいですよ。うなぎは原価が高くて全く儲けが出ないけど、お客さんの喜ぶ顔が嬉しくて続けていると知ると、なんだかより美味しくいただきますよね。3つ目のお店は割烹大倉さんです。池袋駅から10分ちょっと、雑司ヶ谷駅から5分くらいの場所にあります。夏祭りが行われる岸も神道の目の前ですね。大倉さんは知る人ぞ知る圧倒的コスパの老舗割烹です。店内は、え、ここ池袋ですかと目を疑いたくなる和の空間が広がります。こんなにも広々とした和割烹があるなんて本当に驚きですよね。創業70年を超えるお店なので、その歴史を感じることができます。お客さんは地元のお一人様やファミリーはもちろん、接待で利用される会社員の方もいらっしゃいます。ランチメニューはこちらです。一番人気は大エビ天丼なので、迷ったらこちらを選びましょう。ご飯の大盛りは無料ですよ。この日の僕は奥さんと行って、大エビ天丼と海鮮丼をいただきました。ドドーンと乗った天丼がすごくインパクトありますよね。大きなエビが2尾と、ししとう、レンコン、ナス、かき揚げが乗っています。エビはサクッと食感の衣にプリップリの味わいで、すごく美味しいです。天ぷらの衣がサクッととふわっとの絶妙なバランスで、食べていて本当に楽しいです。これで1210円というお値段は破壊的なお得さです。海鮮丼は分厚いカットのお魚が2枚ずつ入っていて、こちらも満足度抜群です。せっかく2人で行ったなら、天ぷらと海鮮どちらも楽しむのがおすすめです。池袋なんて風情あるお店ないんでしょという概念を覆す、雰囲気も味もコスパも素晴らしいお店なので、ぜひ行ってみてください。4つ目のお店は豚市さんです。池袋駅から10分、東池袋駅から直結のサンシャインシティ3階に入っています。豚市さんは200店舗以上の専門店でナンバーワンに選ばれた食肉卸直営のお店です。店内はカウンターとテーブル合わせて約60席あります。お子様連れの方は店内には入れないんですけど、テラス席で楽しむことができます。メニューはこちらです。質にこだわって適量を食べたい人は特上豚丼、がっつりたくさん食べたいという人は帯広豚丼の10枚を選びましょう。ご飯は小盛り 200g から特盛り 400g まで無料で楽しむことができます。あまり頼んでいる人を見かけなかったんですけど、ラーメンメニューもありますね。こちらが帯広豚丼の10枚です。見てください、この丼、お肉が多すぎてもはや蓋から飛び出しています。僕の拳が6個ほどもある超ビッグサイズですね。パカッと蓋を開けると、きっしりと敷き詰められた豚たちが現れます。豚肉は北海道産のみを使用し、お米は新潟県産を使用という点にもこだわりを感じますよね。肝心のお味はがっつりジューシーで、すごく美味しいです。ロースは非常に柔らかくもっ
ちもち食感でバラ肉の脂の甘みもたまらない美味しさです。炭の心地よい香りもお肉を鼻から灯しませてくれますね。甘辛いタレがご飯にもかかることでご飯もどんどん進むくんです。普通ご飯は特盛りも無料ですというお店は安いお米を使用していて大体おいしくないんですけど、舞台地さんはご飯もちゃんとおいしいです。普段そんなに量を食べない僕でも大盛りをペロッと食べられたので、たくさん食べる人は特盛りにするのがおすすめですね。ただ味噌汁の味は普通なのでそこは期待しないようにしましょう。僕が個人的にいいなと思った点は、お店の中にお客様への約束というモットーが書かれているところです。こういう言葉を見るとなんだか心が温まりますよね。がっつりお肉を食べたいときにぜひ行ってみてください。プラスアルファでご紹介するのは森小屋トリーさんです。池袋駅西口7分 C1 出口から3分のところにあります。トリーさんはふとした時に現れる幻のお弁当です。テイクアウトの専門店で野菜もりもり弁当のみの販売です。営業日とその日のお弁当はお店のインスタグラムで告知されるので、行く時は必ずチェックしましょうね。こちらがこの日のもりもり弁当です。鳥居さんのお弁当は手作りの具沢山弁当で本当に美味しいです。がっつりパンチある味が好きな人には少し物足りないかもしれないんですけど、天然食材を使用した上品なおかずたっぷり弁当が好きな人に非常におすすめです。僕の奥さんは池袋で一番好きなお弁当屋さんというほどのお弁当なので、ぜひ食べてみてくださいね。いやいやハーリーさん、僕はお弁当買っても食べる場所ないよという方、安心してください。鳥居さんから歩いてすぐのところにある西池袋公園で食べることができますよ。5つ目の店は幸楽さんです。池袋駅から7分くらい歩いたところにあります。幸楽さんはホテル椿山荘の元料理長が作る至高の日本料理です。店内は和の空間が漂う落ち着いた空間です。この日の僕は実家から家族が来たのでお昼の会席を予約して伺いました。幸楽さんのいいところはお昼の会席を予約すると貸し切りで利用させてくれるところです。僕にはまだ幼い姪っ子たちがいて食べる時も暴れ回っているので、貸し切りで気を使わずにいただけるこの空間は本当に助かります。言うまでもなく、お料理はどれも一級品です。ハモ新城のお吸い物は、ハモの旨味と優しい出汁に、柚子の爽やかなアクセントが素晴らしいです。お刺身は、その日豊洲から仕入れた新鮮なお魚を使っていて、お口に含めた瞬間に、その違いをよく感じることができます。幸楽さんは、素材の鮮度も素晴らしいんですけど、なんといっても一つ一つの料理に加わる技法が素晴らしいです。ナスの玉じむしは焼きと揚げ2種類のナスを使っていて、お口に含むとナス本来の香りが鼻へ抜ける奥深い味わいです。タイのカブトには僕の動画で何度もご紹介している最高のお料理です。こちらはトロッとろに煮込まれたタイに優しく甘みあるタレが心地よいハーモニーです。締めは季節に合わせた炊き込みご飯をいただきます。この日はトウモロコシご飯で、日本にあるトウモロコシの中でも最も甘いトウモロコシを使っているほど食材にこだわっているんですよ。赤ナスのジュレももはやトマトとは思えないほど甘くて、トマト嫌いにこそ食べてほしい神のスイーツです。幸楽さんでは予約のできないサクッとランチなら1000円台で食べられるので、普段のサクッと利用は定食ランチ、友人や家族、接待で貸し切り空間でまったりと過ごすなら会席貸し切りという使い分けができるのも嬉しいですよ。椿山荘の味をぜひ食べてみてください。6つ目の店は大釜の飯トラフク東武池袋店さんです。池袋駅直結東武池袋の13階レストランフロアにあります。トラフクさんは羽釜で炊いた新潟県産コシヒカリが食べ放題の和定食です。店内は和風の落ち着いた空間です。お
客さんは40代から80代の大人の方がお一人様からご夫婦、グループまで様々なシーンで来ています。メニューはこちらです。名物定食は選べる2種盛り定食なんですけど、スタミナやバランス、鯛めしも人気なので気分に合わせて選びましょう。ご飯は白米、雑穀米と店頭にある季節の炊き込みご飯から選びますよ。この日の僕は2種盛り定食とバランス定食をいただきました。こんなにもたくさんの種類があるなんて、少しずついろいろなものを食べたいという人にとって最高の定食ですよね。肉豆腐は柔らかく煮込まれた牛肉がたっぷりと入っていて、甘辛いタレがしっかりと染み込んでいます。口に入れるとホロホロと崩れる豆腐の食感が心地よいですね。バランス定食は一汁三菜ならぬもはや一汁六菜で、どれもが本当に美味しいです。大かまどで炊き上げたふっくら飯はおかずとの相性も抜群ですね。季節の炊き込みご飯が2種類あるのもグッドポイントです。7つ目の店は牛の屋さんです。池袋駅西口5分、 C1 出口の目の前にあります。牛の屋さんは東大元暮らし、知る人ぞ知る昔ながらのステーキ屋さんです。店内は焦げ茶色の木を基調としたステーキ屋さんらしい空間です。お客さんは地元の方やサラリーマンの方が来ています。メニューはこちらです。人気なのは牛ステーキランチ、ハンバーグステーキ、ステーキ丼あたりなので、迷ったらこのあたりを選びましょう。ドリンクがお水じゃなくて黒ウーロン茶なのもちょっとした嬉しいポイントですね。この日の僕はステーキ丼をいただきました。牛の屋さんのステーキ丼は胡椒の効いた昔ながらの味わいです。最近池袋にできたセンタービーフさんが生肉を味わう今流行りのステーキだとすれば、牛の屋さんは王道を行くステーキですね。センタービーフさんでは生卵がすごくマッチしていたので、牛の屋さんでも生卵をかけてみたんですけど、余計なまろやかさになってしまったので、牛の屋さんのステーキ丼は卵をかけずそのままいただく方が美味しいと思います。ちなみに牛ステーキランチはじゅわーっとした見た目も楽しむことができますよ。味噌汁はおかわり無料なのでボリューム的にも大満足になります。8つ目の店は山太郎さんです。雑司ヶ谷駅からすぐのところにあります。山太郎さんは大塚の名店おにぎりボンゴを受け継ぐ大人気のおにぎり屋さんです。店内はカウンター6席ほどとテーブル席があるコンパクトな空間です。お客さんはお一人様やご夫婦など様々な方が来ています。注文はお店に入ってすぐに行うスタイルです。人気メニュートップ3は肉そぼろ卵黄、明太マヨクリームチーズ、鮭なので、迷ったらこのあたりを選びましょう。おにぎりをオーダーすると店主が目の前でおにぎりを握ってくれます。炊飯器からお米を素手で取って型に入れ、具材を盛り付けて海苔を巻くという一連の流れを一切よどみのない手さばきで次々と作っていく姿はついつい見入ってしまいますよね。ちなみに山太郎という店名は店主の苗字とお子様の名前から取られたみたいですよ。この日の僕は肉そぼろ卵黄、明太マヨクリームチーズ、鮭、高菜をいただきました。山太郎さんのおにぎりはもはやお、握らないと言ってもいいほどふわふわのお米が海苔で優しく包まれています。肉そぼろはジューシーなお肉とまろやかな卵がふわふわのお米とマッチしています。明太マヨはピリッとした明太子にマヨネーズのコクが合わさって、海苔の香ばしい香りと素晴らしいトリオです。鮭と高菜も言わずもがなの美味しさですよ。ちなみに歩いて10秒の場所にはテイクアウトの専門店もあるので、サクッと食べたい人はこちらもおすすめです。9つ目のお店はきつねさんです。池袋駅西口から10分、 C1 出口からなら5分の住宅街の中にあります。きつねさんは串に刺さない鶏焼きがいただける知る人ぞ知る大人の隠れ家です。店内は明るく落ち着いた空間です。お客さんは若者から大人まで様々な方が来ています。駅から距離がある分地元の方も多く、カウンター席があるので一人でも過ごしやすいです。
メニューはこちらです。きつねさんといえば鶏焼きと鶏刺しが名物なので、鶏焼きの中の鬼焼きと香草焼き、鶏刺し盛り合わせは必ず頼みましょう。どれにするか迷うという人はきつね特選コースを選ぶのもおすすめです。この日の僕は特選コースをいただきました。最初にその日のコースで使う鳥たちを見せてくれるのも嬉しいポイントです。まずは三つ瀬鶏の鶏シューマイスープが出てきます。こちらは鶏ガラを8時間炊いたスープに薬膳を入れた薬膳スープで、ハーブのような心地よさと鶏の優しいコクが楽しめます。鶏胸肉で作る密度の高い筋肉質なシューマイはまるで肉団子のように肉々しくて非常に美味しいです。お次の大もも豆腐の和風カプレーゼはまるで卵やクリームを使用しているかのようなクリーミーさなのに、なんと豆腐と塩のみで作ったお料理です。きつねさん名物の一つ鶏刺しは、届いたその日にしか提供できない超新鮮な鶏肉をいただきます。表面に火が入っているものの中は生肉状態なので、生肉好きの僕みたいな人にはたまらないお料理です。きつねさんでは三つ瀬鶏というフランス生まれ佐賀育ちの鶏肉を使っていて、脳が幸福を感じる成分と呼ばれるアラキドン酸を多く含むことが特徴なんですよ。ここで箸休めのバーニャカウダが登場することで、鶏になった口の中をすっきりとすることができます。僕、生野菜はそんなに好きじゃないんですけど、きつねさんのバーニャカウダはすごく新鮮で、麹味噌と特製ソースにつけて食べると病みつきになる美味しさです。ここからきつねさんの代名詞鶏焼きたちの登場です。ホルモン盛り合わせは砂肝、ハツ、肝です。砂肝とハツはコリッコリで、レバーは柔らかな食感です。辛味噌やシークワー胡椒で味変できるのも楽しいですね。塩は胸肉とせせりです。生胡椒とともにいただくのがポイントですね。そしてこちらがきつねさん名物のもも肉香草焼きと鬼焼きです。香草焼きはガーリックバターオイルにつけてアヒージョのようにいただくスタイルです。少しパンチあるアヒージョと爽やかな香草に旨味ある鶏肉のトリオが食べていて本当に楽しいです。鬼焼きは見た目的に辛いのかと思いきや、韓国の甘口唐辛子を使っているので少しピリ辛ぐらいで、旨味をしっかりと感じることができます。僕みたいながっつり好きの人なら必ずハマる食べ物なので、この鬼焼きはすごくおすすめです。お次はきつねさん特製スライダーバーガーです。こちらはパンケーキ生地にまろやかなチーズとサクッとした三つ瀬鶏、フレッシュなトマトがコーラスして素晴らしいカルテットです。コース限定なんですけど、おかわりと言いたくなるバーガーですね。締めは醤油ラーメンまたは塩ラーメンから選べて、最後はブルーシールアイスで締めることができますよ。きつねさんはその幅広い利用シーンも魅力的で、カウンターに座って店員さんと話しながらお一人様で楽しむのもあり、駅から離れた落ち着いた空間なのでデートで使ってまったりと過ごすのもありです。さらに屋上では貸し切りバーベキューも楽しむことができます。こちらのバーベキューは一年中営業していて、涼しくなるこれからの季節にこそおすすめです。いやいや、ハーリーさん、バーベキューなんて雨降ったらできないじゃん。という方、安心してください。2階に完全貸し切りで楽しめる屋内バーベキュースペースもあるので、雨で予定が崩れる心配は不要です。実際こちらのバーベキューは僕のオフ会でも使用させていただいたので、満足すること間違いなしのバーベキューですよ。最後のお店はカフェ&バルナンバー8さんです。池袋駅直結という好立地にあります。8さんは朝2時まで営業、駅直結でいつでも誰とでも利用しやすいおしゃれバルです。店内は落ち着いた明かりが照らすおしゃれな空間です。ディスコが流れる空間だけあって、ご年配の方はもちろん20代の方も多いです。お昼はランチ利用のママ会が多く、夜は接待や女子会、デートで来ている方がいらっしゃいます。お店の前にあるステージでは週末不定期でバンド演奏が行われています。
こちらを貸し切って結婚式の二次会にしたり、お店の入り口右側に20人くらいが入れる完全個室席があるので、個室にて大人数で楽しむ人も多いですね。メニューはこちらです。人気なのはピンク色の創作タコスと厚切りトロタンステーキ、バスチャーフェットビーフステーキ、ほうれん草のホワイトソースパスタなので、迷ったらこちらを選びましょう。エイトさんはお酒の種類が非常に豊富なことも有名で、クラフトビールや台湾ウーロン茶杯、プレミアムテキーラのポルフィリオも揃っていますよ。この日の僕は7000円の飲み放題付きコースをいただきました。飲み放題は普通のビールやハウスワインだけというお店が多い中、エイトさんではなんとクラフトビールやスパークリングも楽しむことができます。種類豊富な飲み放題はなんだか得した気分になりますよね。エイトさんでは北参道の有名イタリアンシェフが監修したお料理をいただくことができます。エイトという名前の通り、8種類の野菜を使ったサラダやロレンツォのオリーブオイルを使ったこだわりの料理が嬉しいですね。ロレンツォとは1894年にイタリアで創業したバルベーラ社のオリーブオイルで、手摘みのオリーブを収穫から12時間以内に搾油した高級オリーブオイルのことです。創作ピンクタコスはその華やかさも楽しむことができます。もちろんこのお料理もいいんですけど、僕が思うエイトさんの良さは誰とでもどんなシーンでも利用しやすいことです。まず池袋駅直結という超高立地なので、非常に行きやすく、広々としたおしゃれな空間でカウンター席もあるので、一人でもどんなグループでも使いやすい。そしてなんと昼の11時から朝2時まで通し営業なので、何時でも利用しやすいです。池袋のお店でどこに行くか迷ったという時に、とりあえず覚えておきたいお店ですよ。今日は本当に美味しい池袋グルメ10選をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？今日は10のお店をご紹介したので、僕の方で分かりやすいように表にまとめてみました。あくまで僕個人の感想なんですけど、参考にしてくれると嬉しいです。今日ご紹介した10のお店の場所はこちらですよ。最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。まさに絶望ハッピーアワーも楽しめる圧倒的コスパの最高イタリアンなら、ホームズパスタさん。こんなに美味しくて900円、地元民のみぞ知る破壊的コスパのお寿司屋さんなら竹寿司さん。風情ある老舗が池袋に、圧倒的コスパの老舗割烹なら割烹大倉さん。200店舗以上の専門店でナンバーワンに選ばれた食肉おろし直営の豚丼なら豚一さん。ふとした時に現れる幻のお弁当なら森小屋鳥居さん。貸切利用 OK、ホテル椿山荘の元料理長が作る至高の日本料理なら幸楽さん。池袋駅直結、あれもこれも全部食べたいを叶える羽釜で炊いたご飯食べ放題の和定食なら大川戸飯トラフさん。東大元暮らし、知る人ぞ知る胡椒の効いた昔ながらのステーキなら牛の屋さん。大塚の名店おにぎりボンゴを受け継ぐ大人気のおにぎり屋さんなら山太郎さん。春から秋は屋上バーベキューも楽しめる串に刺さない鶏焼きのお店ならきつねさん。朝2時まで営業、駅直結でいつでも誰とでも利用しやすいおしゃれバルならナンバー8さんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。今日の巻きコーナーでは、池袋の名店洋食キッチンチェックさんが閉店したことをご紹介します。僕の動画でも何度かご紹介していた名店が7月27日に閉店し、56年の歴史に幕を閉じました。ずっと池袋を支えてくれた名店がなくなるのはなんだか寂しくなりますね。物事に永遠はないということを改めて思い知りました。キッチンチェックさん、長い間お疲れ様でした。おいしいお食事を本当にありがとうございました。今あるお店は永遠じゃないということを意識して、皆さんもぜひグルメ活動を楽しんでくださいね。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。僕はグルマンという YouTube のメンバーシップをやっています。グルマンの特典は主に4つです。
うち YouTube でまだ紹介していないお店をメンバーシップ限定で先に公開します。 YouTube にアップすると混んでしまうニューオープンの美味しいお店や隠れた名店もこのメンバーシップでは躊躇なくご紹介しています。2、メンバー限定の顔出し生配信を開催しています。僕は普段顔出ししていないんですけど、メンバーシップの方限定ライブでは顔出しして皆さんからの質問に答えています。 3. 東京を中心に日本全国にピン止めされている Google マップの共有です。このマップを見れば皆さんがどこに行こうと観光、お食事、カフェなど楽しめるスポットが一目でわかるようになっています。 4. 僕の開催するオフ会への優先参加権です。僕はオフ会を約2ヶ月に一度開催しています。社会人になって新しい出会いって全くなくなりましたよね。そんな中、オフ会に来るとグルメという共通の趣味を持った人と出会えて、カフェやランチに一緒に行ける友達ができる素敵な場になっています。お一人様の参加が7割なので、最近東京に来て友達がいないという人も安心して参加できますよ。以上がグルマンの特典です。少しでも興味を持ってくれた方はメンバーになるボタン、または概要欄のメンバーシップ登録はこちらというボタンを押してメンバーシップグルマンのメンバーになってくれると嬉しいです。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。これからもおすすめのお店をあげていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してもらえるとすごく嬉しいです。インスタグラムとサブチャンネルもやっているので、概要欄のリンクからフォローしてくださいね。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。